長戸湯本駅は、山口県長戸市深川湯本あざ三丹田にある、西日本旅客鉄道ミネの駅。ミネで、急行列車が運行されていた頃は、急行、三部、秋吉の停車駅でもあった。長戸湯本温泉、田原山温泉への玄関口となっている。長戸市方面に向かって、左側に、単式ホーム一面一線を有する地上駅。 かつては二面二線の相対式ホームが設けられていたが、駅舎反対側の線路は撤去され、下段となっている。長戸鉄道部管理。駅舎にはかつて駅員が配置されていたが、現在は無人化されている。乗車券の発券は、駅外の商店で委託されていたが、2012年3月31日をもって販売を終了した。駅自体は、 長と湯本温泉の温泉街から北へ、約500メートルの、やや離れたところにあるために、駅周辺はあまり温泉街らしさがなく、田園と住宅地が混在している。温泉街へは駅前から徒歩、もしくはバスやタクシーを利用するようになるが、鉄道よりもマイカーや観光バスを利用する温泉客が多い上、鉄道利用でも新山口駅などから、 温泉旅館の送迎サービスなどを利用する旅客も多く、温泉客が当駅を利用することは少ない。駅前を国道316号9道が通過しており、駅南で山口県道34号下関長戸線と交差している。第2ジへは駅から南西へ約2トル駅前の指導を三電交通バスが運行しており、駅前に 長戸湯本駅バス停がある。俵山温泉へはバスに乗り換えとなる。1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。